ヨーロッパと中東の境目トルコやイランと隣接するアルメニア共和国そのアルメニアからサルグシャン大統領が初来日6月6日野田総理が会談を行いました震災に際しましては現地に誤って大統領自らの出席の下で震災犠牲者追悼義嘉を 西暦301年世界で初めてキリスト教を国家宗教として採用したアルメニアその追悼ミサには大統領だけでなく主要閣僚や一般市民が参加しました遠く離れた日本へと贈られた哀悼の意人々の記憶にあるのはもう一つの地震でした 1988年12月アルメニア北部を震源とする大地震が発生犠牲者は2万5000人以上その時日本からは緊急援助隊の派遣や復旧・復興への支援を実施しましたアルメニアもまた我が国と同様地震国 今回の会談では大統領からアルメニア大地震に際しての日本からの支援に対するお礼の言葉がありました会談中、大統領から被災地が短期間で復興すると確信している旨が伝えられました。今回両首脳は 防災協力を強化しししていくことなどで一致しました共同声明には日本から防災分野の人材育成のため専門家を派遣することや日本が福島第一原発の事故から得られた知見や教訓を国際社会と共有する決意を表明したことを明記さらにアルメニアが日本の知見と教訓を生かし すでに自国にある原発の安全性向上に努めていく意思を表明したことなどを盛り込みましたまた大統領から防災のほかにもエネルギー、農業、中小企業といった分野で協力を進めていきたいとの発言がありました 両国のさらなる関係発展の危機に。